がしてまいりました。どういうこと？いよいよ意味が分かんない。みなさん、こんにちは。こんにちは。この度、ね、私大輝、この度、はい、このやめるテンションで、引退を、今回はですね、ちょっと僕一人で運動会をしてまいりました。じゃあ、どういうこと？いよいよ意味が分かんないよ。そうなんよ。なら多分お前一人で運動してきたのか。運動会ではない。いや運動会ですよ。本日正義さんなんですけど、体調不良のためお休みでございます。はいはい、こんなおもろい企画を見られへんねや。いやちょっと正義は損してますね。そあいつはマジで損してる。全部で7種目ぐらいかな。めっちゃあるやん。一人で一人で一人でやれる競技そんなある、はい、おもろいやん。一人で全て行ってきましたので、その映像を見ていただきます。やばそうだな、はい、普通の映像。僕なんで皆さん分かる通りアホじゃないですか。ああツッコミどころいっぱいあるじゃないですか。でその映像全部8分あります。8分の中で突っ込める場所があったら、その映像一回止めてください。愛席食堂ってあるじゃないですか。あの感じで。あの感じで。なるほど。はい。止めて突っ込んで。パロディーだ。はい。いや、多分もう、1分も経たんうちに多分100回ぐらい。いや、そんなに。いや、行くと思うよ、マジで。選手先生から最後もあの。おい、言うなよ、お前それ。めっちゃおもろいじゃん、お前それ。最後までね、見物ですので、楽しく見てください。ぼやけてる画面が今見てるんだけど、もう面白いよ。これやばいな。これちょっとまず長くなるぞ今日の撮影。短いもんね多分ね。もう女の子の長さだよねこれはね。それではじゃあどうぞ。いきまーす。はい。この動画は。ST スタジオの大輝が全力で頑張った運動会の映像である。音声うさ。出たよ。出たよ。ちょっと待て。なんでお前このピッチピチの体操服にゴリゴリのタトゥーやん。我々選手一同はスポーツマンシップにのっとりしっかりとやります。しっかりとやりますわ、やばいな。日本の病気。しっかりとやります。アゲコミ代表小島大輝。小島大輝。どこで終わってんだよお前。いや、行かれへんね。ドボンちゃうから。 50m 走るのこいつ一人で言おうかな。やばいな、あのフォルムで走んな。行きましょうか。よーい、ゴー。自分で言ってる人じゃん。リンゴかい。あー、うわー、いいね。しゃ1位。いや1位やそれ。それは1位やろ。もう一回見たい。でももう一回見ようか。もう一回見よう。結構好きだわここ。よーいゴッ。パンクンちゃんあらゆるところだ。いやなんか一生懸命だねっておもろいわ。まだ始まったばっかりですからね。超気持ちいい。なんなんだよそれ。二人三脚成り立たないじゃん。今日はこいつと二人三脚1位取るぜ。今日はこいつと全員対決で一応取りで感じていく。あー次についてる誰だよ。あー出てる。待てー。この後ろのフォルムのこの筋肉がもう結構大文字。マジでお前超硬い。走り方そんなにならないから。二人三脚は。でこれ左手何。いや
おかしいから、ね、ハイタッチの隠れ今のとこね、朝組のポイントで150点差つけてます。僕が1位取ってるんで、このまま突っ走って全勝して、カット多くない？ちょ、待って、カット多くなった。どんだけお前喋り下手だったの。喋り下手、バカ多かった。今そうだね、そうこのまま広くないこれ。ナイキー、これこそさ、一人でできんの？できます、やりました。怪しいよ、やったって。今日やばい、こつながやばい。え、言うなになに、ひもい、なにでこれ、つながねえじゃん、もうまずひも引きよ。おーい、だって、うーん、どういうこと？位置について、よーい、ドン。マジで何なのこれ？ひどこれ何？見切れてないから変なのかな？この後ろだこれ。めっちゃ気になるよ。あまり姫。あまり姫。長っ。そうね。あの後ろ引きってもっと早く。あ、お前弱いよ、力。え、まさか終わるって。ちょっと待って、これはおもんないわ。これは大輝がおもろいと思ってやったものやから。確かに確かに。ちょっと待って、おもんない。これもう何勝負いった？3。もう3いってる。もう3いったのか。はい、まあ、意外とじゃあまあ進みそうだね。負けた。ひえ。ひえ。ちょっと待てー。ちょっと待てー。昼休憩しや。休憩。昼休憩ってプログラムにあるのよくわかんない。あるじゃないですか。まあ、あるよね。運動が一緒だった。まあ確かにね、そこでこう弁当食べたりとかやるけども、うん、そうしてないと来る。いやーすごい、やっぱこういうところですよ。これがね、マジだからおもろいんだよね。昼休憩必要ですよ。はい、お昼休憩。マジ腹減った。ちょっと待って、これ完全にセブンイレブンなんかここまでするんやったらお弁当用意してよ。確かに、いただきます。ないよ。いや、罰だろそれは。いやいやいや。実はね、この時にあの同行してくれたケイトさん、マネージャーの、あいつに買ったことしたら、あっためずに持ってきたんですよ、あいつ。あいつのせい、あいつのせいです。やばい、あいつやばいです。で、食った瞬間なんか本当にカッチカチの飯食わされてで、お前弁当詰めたかったらそれに触れろよ。絶対に異常な事態だろうが。頑張っちゃいな。あ、面白くない。おダンス、ダンス、あー今ね、あれか、ね、あーはい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 、あー NCS の、いやちょっと待って、もうゴリゴリすぎやねん。ゴリゴリすぎやねん。そんなにせえへん。だからこれやるって、こう乗るし、今からなんか可愛い曲でやるから。はい、ダンス、はい、中山筋肉が飴投げる前。完全にそれでしょ。全力で踊ってますから。ポッケに入ってるさ。入ってるよ。投げるとマジで。ポッケないからこの歌に。投げそうやな。投げるよ。めっちゃ投げそうやな。これ右手で入れてないポッケに。投げるんじゃん。あ、まだ投げない。投げない。お前なんかこれに頼り出したな。何これ。気にすんなってそのダンス。え、なんでこいつ真顔でできんの。このダンスを。ちょっと笑わねえじゃん。あんまりおかしいことだと思ってないから。もう何回気にすんの。ですな。お前やってるですか。やってるよ。やったな。やってない。完全にやってない。昔の六本木で踊ってた大輝の踊り方まんまと。ああ、そう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 。まんまと。その踊りをしたんだ
ぜひ一緒なんでその前きつそうだあー確かに、なんでその前ちょっときつそう確かに、これからきついのに見間違えかもしれないだからおかしい、全然しんどい動きしないもん、なんないわ、休憩してたもんね。そうそう、これからしんどなるからな、見ますね。来るよなんでそこでキツさんのピーク来てんのここだけ逆再生みたいになってる、おかしいやん、パンツ気になるわなんだそれは、あ、終わったんだ、全然キツそうちゃうやん結構爽やか、そこでやんねん、爽やか終わった東京ホ何これ東京ホ、東京ホ、東京ホ、そんなのあんだ、そんな言葉あんの、いい、ついてよーい、ちょっと待って聞き間違ってシャーシャーシャーこんなんで3カメも使うなお前お前構成 50m ほど同じだよ、全く一緒で構成も画角も全部一緒、ちょっと弱なってんだ爆速爆速シャーシャー名前が取れてる。大気だな。小島の要素出てたよ。今のよかったよ。あれだけのために特許法使っていいの。そうだよね。次がやっぱそうなんだよな。やばそうやな。秘密体操来てますね。飛行機。飛行機。飛行機。そうなんだ。気づいてる？お前ら二人。え、なんすか？な、なに、なに？こっから、笛使い出した。こいつ 50m、よーい、ドーンって自分で言ってたんですよ。こっから笛使い出してる。位置について。よーい、ドン。え、なんで？なんで？これは何？その、6種目目と5種目目の間に、なんか買いに行ったんですよ。これは、組体操の時って、披露した後にピッて大人の合図で戻るの。まあまあわかるよ、まあ、わかるけど笛は買ってないです、効果音で、ああ最初からやれよ、ドンもこんなんいい感じのなんかパーンみたいなのがあったやろ、うん、あ確かに、いやでもこれね、サボテン次来るんですけど、うん、サボテンで逆に上の方を一人でやってたら俺天才やと思う、ああ確かに誰もがこうやるからね、こうするしかないね、これやったら、これ言ったら天才って、これやったらもうマジで思んない見てください、ちょっと見てみましょう、あ、まあ、こいつはね、どうなのか、せーの、はいはいはい、そうだよね、やっぱりうわ、そっち行っちゃったか、ちょっと待て、思んないやんけ、面白くねえなー、扇ね、扇、はい、あーもう怖いな、これもう定番だけど、扇、これも、その横のこうやったら全然問題ない、真ん中のなんでもないこっちでやってほしいの、ね、ここやれるかっていうとこだね、どっちでしょうかね、これ見てみましょう、あーあちょっと待って、おい、ちょっと待って、おい、なんだ今のお前、トゲが触って痛いんだよ、これカザグルマ、カザグルマね、カザグルマですね、あ、カザグルマが、え、ちょっと待って、これカザグルマと四段ピラミッドの間に誰かに怒られた、うん、やばかったよね、今一瞬ね、深刻な顔、すごいなんかカザグルマ、楽しそう、楽しそう、楽しそう、めちゃ楽しそう、うん、で、下ろすよ、はい、次行く時や、うん、ここが変わった時やで、はい、うらいな親族に不幸あるこの間に電話かなんか来てな、うん、来てない来てない来てない、いやお前四段ピラミッドあ、どうねピラミッドピラミ、もう憧れてるわサボんなよ、あ、これ全員のやり方、全員をやり方するんだねあ、登って登って、はい、うん、今2段目で、一番上ね、
何しとんねん。これはおもろい。これはおもろい。これはすごい。ここで天丼使ってきた。トゲが刺さった。すごい。ここで伏線回収。これはちょっとやられた。いいね。いいですね。今のお笑いは好きだわ。あ、来た来た最後。あ、最初注目。赤組の第一走者は小島。二走者目は小島。はいはい。3走者目は小島、4走者目も小島。はい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 、カモン。やってない。喋りは誰誰で笑いを作って満足してでした、マスコ。あ、分かんないからあれ差し込んで。いやいやいや、そんなことない。バトンをこう渡してるシーンあったでしょ。あそこおもろいやんけみたいな。って思うんだよ。救いようがない、それは。反省会だよ、反省会。はい、ということで以上になります。はい、面白かった。いや、お疲れ様です。一人何です、大気編みたいな、うん、ちょっと俺、リベンジしたいわ。いや、ちょっと思い出しちゃうで、うん、俺、色々見たいわ。スポーツとか面白そうだね。一人 PK とかさ、一人バスケとかさ。一人で旅ロケも覚えてる。あー、確かに。おもろいな。あー、2D。何個かミッション設けて、あー、5つのミッションぐらいを達成するまでみたいな感じで回ってもらって。そうね、次回はもっとおもろいの作ってるから。次回もやるんすね。もうやるんですか。ちょっと悔しいもん、これちょっと。いや、楽しかった。あ、そうそうそう、楽しそうにしてくれてたけど、俺はちょっと納得いかない。ということで、大輝面白いなと思った方、チャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。全然もない。狙うの狙うの。